ドローインレベル3です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回ですね、ドローインレベル3までやっと来ました。皆さんね、ドローインかなり意識できてると思います。まずね、今回レベル3やっていくんですけども、レベル1でやったですね、ライニングドローインと少し似てます。なので、まず枕になるものを用意してください。頭を上げた状態で行っていきます。はい、これにまず寝っ転がります。寝っ転がったらですね、レベル1やった方は分かると思いますけども、この状態でですね、まずお腹をもちろん引っ込める、腰をつける。これで足をですね、動かしていきます。ゆっくりお腹を引っ込めたまま戻します。曲げる、伸ばす、曲げる、下ろすといった感じです。基本的にはですね、ドローインをするためにはお腹が引っ込めれてないとダメなんですけども、足を動かすことによって腹直筋を使いたくなります。腹直筋を使うとですね、ドローインできなくなりますんで、腹直筋を使わないように、お腹をね、硬くしないようにドローインをしてください。やってみます。お腹を引っ込めて腰をつける、隙間に手が入らないように、この状態で腰が浮かないように、お腹が柔らかいままのように戻します。腰つけてお腹を引っ込めて動かして曲げて戻します。これ結構難しいです。もう一回いきます。お腹を引っ込める、腰をつける、力が入らない、お腹の力が入らない、柔らかいままで動かします。お腹引っ込めて腰をつける、足を伸ばしても腹直筋に力が入らないように、お腹を引っ込めたままで戻すといった感じです。お疲れでした。どうでしたか？まあ、タートルはね、今のライニングドローインのシングルやってる時に喋りながら足を動かしてたんで、ちょっとお腹にね、力が入ってしまいましたけども、皆さんはね、ゆっくりお腹を引っ込めることと腰をつけとくことに意識を集中してやってもらえたらと思います。この意識ができてくるとですね、日常的に立ってる時とかでもお腹をね、引っ込めとく意識ができます。このように、もちろん生活でずっと引っ込めてなくてもいいんですけども、お腹をね、しっかり引っ込めとく意識ができると、すごいお腹を力を抜くっていうことをね、あんまりしなくなりますんで、今みたいにね、お腹を引っ込めとくことがだんだんと楽になります。まだこの先たくさんありますので、ドローインしっかり習得してもらえたらと思います。頑張った方はグッドボタンやコメント、シェアなどもよろしくお願いします。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。